こういう林間コースとかで、左に打ちたいと、右が嫌なときっていうと、ティーグラウンドのこう右端に立つと、すごく右にこういう木があったり、林間の場合木があったりとか、左にこう打てます。はい、球筋的にも左にターゲットを取りやすいし、球筋的にもこういうちょっとスライス系のボールが打ちやすい。あえてその右が嫌だっていうときはこういうところに立って、右に打つことはないです。ないの。打ったり。スライス。左に敏感だとこういう木があったり。ということはこう右にこう。ってなると右に。引き出しからちょっとこう右に出やすくて、左にはなかなか行きづらくなりますし、球筋も右に振っていくので若干こうドロー系のようになります。ティーグラウンドのその幅を目いっぱい使って、ちょっと僕はその左側の時は左に立ってっていう風にして、ちょっと安心したりとかできる。ちょっとこう場所変えてみて。